トヨタ自動車は6日、エンジンを始動するモーターに不具合があるとして、シエンタ、や、ポルテ、スペード、など5車種計234,787台、2015年2月17年8月生産のリコールを国土交通省に届け出た。13件の不具合申告があり、うち2件で火災が起きた。国交省によると、モーターのボルトが緩み部品の位置がずれることがある。モーターの出力が低下してエンジンが始動しにくくなる。トヨタは新型、シエンタ、と、クラウン、計56,405台、22年6月23年1月生産のリコールも届けた。ヘッドライト自動制御装置のプログラムに問題があり、状況によって上向きライトが点灯しなくなる恐れがある。ネットの声、装置のすべてにおいて言えることですが、部品点数が少なければ少ないほど故障しづらい。昔の車はボンネット開けて、適当なボルトを積んで落としてみても、どこにも当たらずそのまま地面にコツンと当てて終わり。しかし今の車はそんなことをすればどこかに引っかかって、取り出すのに業者を呼ばなければ無理なほどギチギチ感。それだけシステム詰め込めば、どこかしら不具合が出るのは当たり前です。スライドドアやハッチバックは手で閉めればいい。エンジンは鍵を挿してひねってかかるぐらいがちょうどいい。ボディ剛性高めてエアバッグとかわす手がついてれば十分。私が古い考えだというのは承知で言ってますけどね。コストダウンのために、部品の友、有価は当然の時代になって久しいし、OEM 供給による生産数の増加で、1台リコールとなると、全体では、やはり万の単位になってしまう。昔の話では、ダイハツのアクローズという車が火災を起こし、アクローズという名の車が廃車になったことがある。それ以降も、火災を起こす車はあったし、今回も火災だが、人命を失わない早急な対策を願いたい。今の車ってエンジンやトランスミッション、ブレーキ、サスペンション等、基本的に走行に必要な機械は壊れないんだけど、ABS や衝突回避などの電装品が簡単に壊れる。その修理費がバカにしてるのかというほど高い。国交省もよく考えてほしい。車の初期費用も高けらランニングコストも高い。車に乗る人減るよね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。